輝子覆面の花一。バツバツ信託会社の保護室勤務小川千一がいつになく三十分も遅刻して自分の椅子に腰を下ろそうとするとそれをまるで待ち受けていたように卓上電話のベルが 地下室の沈んだ空気を震わせて鳴り響いた主任はまだ出ていませんか監査役南勝造の声であった主任は官房で23日休んでおりますがああそうじゃあ自責の人を呼んでくれたまえ私ですがああ君小川君かいやおはよう おはようございます。実はね保護箱を借りたいという人があるんだ今空いているのがありますかちょっとお待ちください小川は受話器を耳にあてがったまま片手で帳簿を調べながら保護箱でしょうか金庫でしょうか保護箱だと言っていたように思うがなそれなら2つ空いております 保護金庫の方はあることはありますがいいのはもうみんな塞がって残っているのは場所も悪いし第一番号がよくないんですはははは、<laughs> まさか担ぎやしないよ番号なんか悪くったってかまわないと思うそれさえお構いなければ金庫の方にはまだいくらも空いているのがあります しかし、場所の悪いのは困るな。借りたいというのがご婦人なんだから、はしごをかけて登るというんじゃ少しどうかと思うな。君、なんとかならないかね。ひどく悪い番号でよろしかったら、いい場所が一つあります。何番 ?D の423号です。いいじゃないですか、若くて。 それがなぜいけないんだろう頭文字がですしの D でしょうそして423番死にそうあるいは死に水だそうですはっはっはっははなるほどねお客さんが勝手にそういうふうに呼んで毛嫌いなさるんですが番号が若いから場所は下の方ですし 出し入れにはごく便利なんですじゃあとにかく本人に見せてくれたまえ死にそうだの死に水だのって言いさえしなければ先方は気がつきやしないよ君知ってるだろう今度ロンドンへ行く岡部さんほう名前はよく存じておりますあの人が家を畳んで赴任するんだ 書道具は大菱倉庫を借りてそっちへ預けることにしたが重要な物品だけを保護箱に預けたいというんだ実は僕は大いに宣伝しておいたんだがねそれで今日午後奥さんが下見に行くから保護箱と金庫と両方見せてくれないか僕が一緒に行けるといいんだがあいにく重役会議があったね3時頃まではどうしても抜けられないんだ 承知しましまた。せいぜいご便宜を図るようにいたしましょうでは君宛に紹介を書いて渡しておくから一つそういうことにお願いいたしますこのごろ主任がだいぶんやかましく申しまして確かなご紹介のない方やお身元のはっきりなさらない方には絶対にお貸ししないことに特別の方のほかは下見はさせないことになりましたんです 何分にも皆様の大切なものをお預かりしておりますので責任があるからねそのぐらい厳重にしてもらわないと預ける方も安心できないよじゃあ今の話何分ともよろしく小川は長い習慣で 昼食は会社の外で済ませることにしていた運動にもなるし気分も変わるのでそれが一つの楽しみになっていたのだが今日は監査役の紹介でやってくる人があるので外出は見合わせ会社の食堂で軽いランチをしたためコーヒーを飲んでいると給仕が二つの名酒を持ってやっててやきた彼は飲みかけの茶碗を下に置いてそれに目を移した。 監査役南勝蔵の大きな名刺には丁寧な紹介が書いてあったもう一つは小型の金縁でしゃれた鳥の子紙に岡部政子と書いてある裏を返すとローマ字でマダム政子岡部とあった二つの名刺を小川はポケットに収め応接室に通してくれ監査役の紹介だ そそうのないようにな監査役の厳しい顔をまぶたに浮かべながら給仕に注意した彼は懐中鏡を出して髪をなで油取りで顔をぬぐいネクタイをちょっと垂らし洋服のちりを払ってから極めて落ち着いた陰銀な物腰で応接室のドアを開けた客は2人である毛皮に包まれた3十4後の淡麗な顔をしたのが 有名な実業家岡部善四郎夫人でその後ろに控えているのは霊場かと思われる178ぐらいのすこぶるモダンな麗しい少女であった彼は自分の名刺を恐る恐る夫人の前に出し「あいにくと主任が休んでおりまして」と言ってお辞儀をした夫人は立ち上がって挨拶をしてのち シンクな唇をほころばいいえー、もうどなた様でも結構なのでございますちょいと拝見させていただきまして大体のことを承りましたらあとは主人がじきじきお願いに出ますことと存じますからほうではとにかくご案内申し上げましょう2人の夫人はハイヒールの軽い音を立てながら小川のとについて 冷たた。い大理石の階段を下りた彼は金庫の入り口でちょっと立ち止まり「地下1階は全部金庫になっております」と言って素晴らしく大きな厚みのあるギラギラ光ったドアを指さし「このドアは時計仕掛けになっておりまして営業時間以外は絶対に開かないのでございます」と説明した。 まん丸い重そうなドアの中は無数の引き出しあるいは小さなドアを持った世界有数の安全大金庫である少女は物珍しそうに伸び上がって金庫のてっぺんを見上げながら婦人に話しかけたあんなに高いところの引き出しをどうして開けるんでございましょうはしごをかけてお登りになるんですがご婦人方にはちとどうも。 小川が引き取って答えたえ何ですか怖いようでございますわねあまりお高くって。と夫人は微笑を浮かべ少女をかえり見て恵子ちゃんのようなおてんばさんはかえって高いところの方が面白くていいんでしょあらあんなことおっしゃって奥様おや奥様と言った。 小川は初めて少女の方を注意してみたなるほど岡部氏霊場にしては服装が少し貧弱だしかし駒使いとも見えない粗末な服装はしているがすらりとした姿に品があって澄んだ大きな目が美しいことにその青みを帯びてスベスベしたひくにはそばかすもなく 一つのほくろさえないおしろいっけのない素顔がかえって厚毛症の夫人のそばで引き立って見えまるで洗い上げたような清らかな感じがするのだった「あらはあんなところに姿見がありますが?」と夫人は突然びっくりしたような声で言った小川はちょっとロウバイして「はい 方々に鏡が取り付けてございます。盗難予防で金庫内でやっていることがいちいちそれにうつるような具合になっておりますまあ向こうの方にもございますわ恵子が指さす方を見るとそこには3人の姿がうつっていた鏡の中で恵子は小川の顔を見て無邪気にニッと笑った。 彼はハッと面食らって慌てて顔を背けた夫人はちらりと2人を見たが何気なく言ったこれだけ厳重にできていればそれこそ安心して何でもお預けできますわね盗難はもちろん火事も地震も全てご心配はございませんそればかりでなくお預かり品が傷みませぬように温度も調節してございます 一年中摂氏22度一年中摂氏22度湿気は午後9時が55%午後3時が61%というふうになっております何もかも行き届いて気候の変化がございませんからこういうところにお勤めでいらっしゃいますとさぞご健康にもよろしいんでございましょうね夫人はお世辞を言った。 小川はあまりしゃべったので得意であると思われたのではないかと稽古の手前少し気恥ずかしくなったほこりがないだけただそれだけが取り柄でございますおついでに保護箱の方も拝見できますかしら、はああどうぞ地下2階になっておりますから金庫の方には書類宝石類 そのくらいしか入らないのでございましょうねどういたしまして一番小さい第1種の引き出しでもかなり入ります何しろ奥行きが2尺近くございますからただいま拝見いたしました D423 号はどのくらいの大きさでしょうあれは第9種になっておりますから3尺四方はたっぷりございます ご料金はだいぶおお高くなっておりますが、〈その代わり引き出しではなく鋼鉄の扉になっていてショーーートランク、ススツケース個くらいは十分入ります。夫人が小川と話している間恵子は一人であっちこっち歩き回って見ていたがどこでつけたのか真っ白い彼女の方が薄黒く汚れているのに夫人が気が付いてちょっと厳しい顔をしながらハンカチを与え〉 化粧室へ行って洗っておいでと言ったそう言われたので恵子は急いでコンパクトを出して覗きペッと吹き出して化粧室の方へ駆け出した恵子が戻るのを待って3人はぞろぞろと地下2階へ降りたそこには保護箱の他にたくさんな貴重品が棚に積んであった それには一つ一つ十文字に浅縄がかけてあって厳重な封印がしてある中でも浅葱色に白く縄文を染め抜いた風呂敷をかけてあるのが目に立ったもう、こんなにたくさん夫人は目を見張ったはい大東京の富を一堂に集めたとも申せますくらいなものですから。 とくらしく答えたえ夫人はちょっと改まってどうもありがとうございました早速主人と相談いたしましてお返事申し上げますどうぞよろしくお願いいたします奥様方のことですからどうでもよろしいのですけれど規則でございますから小川は言いにくそうに口ごもりながら手に持っていた契約書を差し出した 夫人は受け取って一通り目を通し保証人がいるのでございますねそれには及ばないのですけれど承知いたしました小川は2人を送り出した玄関には立派な自動車が待っていた夫人の姿が階段の上に現れると運転手は運転台から飛び降りてドアをさっと開けた 夫人の後について階段から降りようとした恵子は何を見たのかふと立ち止まった小川はその目をたどってみるとちょうど電車道路を隔てた向こう側の電柱の影からこっちをじっと見ているルンペン風の男の目にぶつかった焼きつくようなその目その時恵子は瞳を落とすと慌てて自動車へ入ろうとして片膝をついた 運恵子は顔を若くして恥ずかしそうに小川の方をちらりと振り返ったがそのままスーッと車内へ姿を消したよほど慌てたと見えて判決を落とした運転手はそれを拾って土を払った恵子に渡すのかと思ったら自分のポケットへしまい込んだ小川は いや,なやつだなあと思った3彼は監査役へ岡部夫人の来たことを報告した後自分の机の前に戻ったがたった今帰っていった恵子の顔が目先にちらついて離れなかった金庫の出し入れには大抵女が来る。 小川は毎日大勢のブルジュア夫人に接しているうちにだんだん目が肥えそれが災いして35の今日まで独身生活を続けていたのだったその彼があの澄んだ大きな瞳にすっかり魅惑されてしまってまるで初恋のように仕事が手につかないのを自分ながら不思議に思ったそれに今朝くらいこの職業をつまらぬものと思ったこともなかった あのさかしそうな少女の目が荷物の番人モグラのような男と蔑んでいるようで気が引けたからであった岡部氏霊場ならこれはもう最初から問題にもならないがたとえ駒使いであったとしてもあの少女はでんで自分などを相手にしてくれそうもない小川はなんとなくため息が出たとにかく金庫を借りてくれればいい 断られればもう取りつくしまがないが借り手さえくれればまた会う機会もあろう彼は時間ばかり見ていたもう何とか返事がありそうなものだと思ったが電話もかかってこない仕事が手につかないのでぼんやりとタバコをふかしていると後ろに軽い靴音が聞こえたように思った何心なく振り向くと 白百合のような稽古の立ち姿がパッと目に入ったではないか彼は思わずハッとして立ち上がった奥様のお入りに参りました彼は机を飛び離れ頭を下げていった宣告は失礼いたしましたあの保護箱の方はあまり大きすぎますので D423 号を拝借いたしたいから。 とおっししゃいましたと紅側のハンドバッグから契約書を出して彼の手のひらへ載せた保証人には監査役の南実勝蔵がなっているのを見ただけで安心したそれでよろしゅうございますかああ結構でございますとも奥様がおいでになるはずでしたが何分お立ち前でごった返しているところへお客様続きで。 どうももお手がらないものですからよろしく申し上げるようにとのことでございました口上を習ってきたように恵子は改まって一気に言い終わると丁寧に頭を下げたええいえもうお契約書にお夏印さえしていただければわざわざお運びいただきませんでも結構でございますでは早速しまわせていただきましょうか 見ると、慶子はベニ側のハンドバッグ一つきり、他に何も持っていない。お荷物は？自動車の中に置いてありますの。すぐ持って参りますわ。まもなく両手にスーツケースを下げた上品な男を伴って引き返してきた。慶子はその人を岡部家の執事であると言って紹介した。小川は。 握っている3つの鍵をテーブルの上に置いた。鍵は特殊の形をしていて、d423 号と掘ってあった。金庫の鍵を開けます。には、2つの鍵を同時に差し込んで、回さなければ絶対に開きません。この番号の鍵は3個しかないのです。1つを岡部さんに渡しておきます。1つを会社でお預かりいたし、あとの1つは。 々一紛失した場合のために借り主の方に封印していただいて会社の方で厳重に保管いたすことになっておりますどうぞご封印なすってください鍵を封じ込んだ封筒を差し出し本当はご本人でないといけないんですがあなただから特別にお取り計らいいたしますんですよ稽子は眉を寄せて 陰は持ってまいりましたが無断で押すと奥様に叱られますわ。と躊躇した大丈夫お待たせになったくらいですもの私こんな不気味なお使い横倒りしちゃえばよかった」とかわいい指先に水晶の陰をつまんでだだっこのように唇を曲げ力いっぱいについた。 水晶に稽古の爪紅が映っているのを小川はうっとりと見ながらまだ子どもだなあと思った二人は時計じ掛けの大ドアを入った出自は少し遅れてついてきた小川は稽古と一緒に鍵をさしてくるりと回した鍵をおかけになる時は一つでよろしいんですからではどうぞごゆっくりご用をなすってください と彼は気を利かせてその場を外したがそのくせ稽子のことが気になって気になって仕方がなかった大ドアの外でわずか5分か10分待っていたが彼にはまるで何時間ものように長く長く感じられたやがて中から稽古が出てくると「岡部さんはいつお立ちなんですか?」 彼は何か話の糸口を見つけるようにそう尋ねた。明後日の朝、もうあとたった一日しか東京にいないんですのよ。そりゃあお寂しくなりますね。あら、私も行くんですわ。小川はちょっと言葉が出なかった。執事は相変わらず黙ったまま、 用事が済むと2人には頓着なくさっさと先へ帰っていったおなこり惜しいですね <laughs> しばらくしてから小川はやっとこれだけ言って泣きそうに笑った本当に、にに。せっっっかかくお友達になてていいたただこうかと思っていたの恵子は小川が言おうとしてなかなか口に出せなかった言葉を平気ですらすらと言ったのけだ。 それは僕の方で言うことですよ。お目にかかった時がお別れじゃ、なんだかあまりあっけなくってね。釣り込まれて自分の気持ちを言ってしまった。それにね、私はもう東京へは帰ってこないかもしれないんですよ。それはまたどういうわけでだって私のようなもの、どこにいたって同じなんですもの。 親もないしきょうだいもないし何もないとりぼっちなんですからそれに東京が故郷だというわけでもないし朗らかな何の苦労もなさそうに見えるこの少女の口からこんなしんみりした言葉を聞こうとは思わなかった親きょうだいもなくとりぼっちのこんな美しい少女が異教に居残るなんて危険なことだ 小川は稽古の身が案じられて余計なおせっかいと知りつつ何とか言わずにはいられなかったあなたのような方が一人でいることはよくはありませんよ岡部さんの奥さんはいい方らしいからどこまでも頼っていた方がいいと思いますねまああなたは何という優しいことをおっしゃるんでしょう 他人のことをそんなにも親切に考えてくださる方があるものでしょうか。誰だってあなたのような人には親切にしますよ。いいえ。け子は激しく頭を振って、本当に親切に考えてくださる方なんて、世の中にはないと思いますね。寂しく微笑んで、独り言のように言うのだった。 もっっと早くあなたたを知っていたら、私はお留守番をしたでしょう小川は耳を赤くした失礼ですがあなたは岡部さんの何でいらっしゃるんですかご親類のお嬢さん恵子は大きな目をパッと開いてじっと彼を見ていたが何でもありませんわ女中よ。 まあ、そうね奴隷みたいなもんですよと恥ずかしそうにうつむいた小川は聞くべからざることを聞いたのを後悔した2人の間には長い沈黙が続いたそれを破ったのは稽古だったお別れにお茶でも飲みに行きましょうか れはそれを喜んで受けた。是非もう一度お会いしましょうね今すぐではダメ今日はちょっとじゃあ明日私都合してお電話かけますわどうぞそうしてくださいきっとね恵子は小川の手を握った。 4恵子が帰ってから10分ほどすると監査役から電話がかかった「今岡部さんの奥さんから電話でね君に大変ごめんどうかけて愛すまなかったが都合があって借りることを見合わせるからよろしく言ってくれ」って言ってきたよ小川は自分の耳を疑ったえ なんとおっしゃるんですか監査役は気の毒そうな声で言ったお断りなんだよ気が変わったんだろう貴婦人のわがままにはお互いに手を焼くねとにかく500回かけてすみませんでしたですがもうご契約済みなんですそんなはずはないぜたった今断ってきたんだこの 妙ですね。料金もいただきましたし D4235 をお借りになって何かしまっていかれたんですよ小川はきつにつままれたような気がしたじゃあそれの取り消しかな奥さんが預けに行ったのい,いえ代理の方でした。何代理人 恵子さんという方で最初奥様と一緒に見に来られた方なんです何の間違いだろうなあしばらく間を置いて恵子というのはどんな女だい別品だろう。別品のようでした監査役は急に笑い声になってよくあるやつだよハはハハハ 岡部君奥さんに内緒で、その女に金庫を借りてやったんだろう。<laughs> <laughs> 小川は嫌な気持ちがした。しかし、羊とかいう男が荷物を運んだんですよ。買収したんだよ。あるいはその羊事の奴が取り持ったのかもしれないぜ。<laughs> 岡部君もその道にかけちゃなかなかの強者だからな。 監査役の名色らら、しく笑顔に浮かべながら唇を噛んで小川は黙っていると「じゃあねえ君奥さんの方は適当に取り計らっておくさ」「岡部君がいじめられるとかわいそうだからなあ」と広く面白そうだったこういうことに興味を持っている監査役がどうせ黙っているはずはないと思っていると果たしてものの5分と経たないうちに 岡部夫人から電話だ宣告の優しい声とは打って変わってトゲトゲしい声で宣告は失礼今南さんから承まりましたが恵子が私の代理としてご契約願ったそうでございますね怒りを隠した霧工場はいどんなものを金庫にしまいましたのでしょうか さあ、それはわかりませんが執事の方がスーツケースをお持ちのようでしたまあ何ですって執事まで参ったんですかあの男は昨日から病気だと言って休んでおりますのに夫人はちょっとため息をついたが急にまたキッとして私はとにかく存じませんことですから改めてお断り申し上げます しかし、それはどうも困りますなぁ。夫人の言葉から察しても何か事情がありそうに思われるが、一応稽古に話した上で決定したいと思ったので。では、ちょっと稽古さんにお電話へ出ていただけますまいか。稽古にですってあははははそんな必要はございますまい。それではあまりご丁寧すぎますわ。 あれは拓の召し使いでございます小川は真っ赤になったですがご契約書をお持ちになったのはあの方ですからいこは横浜の帽子屋へ使いにやりましてまだ戻ってくる時間ではありませんではお帰りになったらお電話をお願いいたします妙なことをおっしゃいますのね 私がお取り消し願うのにどうして召し使いにお話しなさらなければならないんでしょう変ですのねえ小川はなんだかバカにされているような気がして腹が立って黙っていると夫人は嘲笑するような口調でその契約書っていうのは本物なんですかお間違いじゃありません彼はむっとして ご冗談おっしゃっちゃ困りますちゃんとご納印もいただいておりますしそれに保証人もええー、保証人はどなたですの監査役南勝蔵さんでございます今度は夫人の方が黙ってしまったやがて少し沈んだ声でそれでは恐れ入りますがその契約書を拝見させてくださいませんか 承知いたしました早速お届けいたしましょうガチャリ受話器を置くと小川は自分の責任になるのでもう一度契約書に目を通したがどこにも間違いはないようだいずれにしても夏印があるから文句はない彼は契約書を改鋳して会社を出た わがままな夫人たちを相手にしている彼は岡部夫人の電話を聞いているうちに「あは,はあ急に気が変わったんだな」と察したが向こうが率直に言わず「やれ契約した覚えがないのやれ代理を出したことはないの」というものだからこっちも黙ってはいられなくなり稽古の前で一つ夫人の鼻をへし折ってやろうという気になっていた岡部邸の門前に円卓を乗りつけた小川は「 丁寧なボーイに案内されて応接室に通った夫人は待ちかねていたようにすぐ出てきた電話の時よりはいくらか優しい調子でわざわざお越し下すって恐れいります私いろいろ考えてみたんですがどうも腑に落ちませんものですから空とぼけているんだなと小川は思ったがそ知らぬ顔で海中から契約書を出した 南さんも保証人になった覚えはないと大変びっくりしていらっしゃいますの。と言っているところへ慌てたような様子で太ったあから顔の監査役が入ってきたこの人も呼びつけられたんだなと思った監査役は契約書をじっとにらんでいたが「よく似せてあるなあまったく」頭を振って感心した。 たばけていらっしゃるのね確かに皆実さんあなたのご筆跡じゃございませんかそれにこのとおり立派に誤飲も押していらっしゃいますものね夫人は探るような目でお隠しにならないでもいいわ主人が私に内緒で保証人をお願いしたんでしょ監査役は慌てて そんなことはありません。これは全く僕の知らないことで。僕は保証人に頼まれた覚えもありませんし、署名も僕の字とは少し違っています。よく似てはいるが。それに、この印は実印ではありません。認め印ですから、たくの者のなら女中でも押せます。しかし、奥さんに内緒でご主人が僕にお頼みになるわけがないじゃありませんか。 岡部さんは奥さんに秘密のあるような方じゃないそうですかしら近頃は皆実さんのような方が指導してくださるもんだから岡部は前のように明けにおしゃべりをしなくなりましたわなみはすっかり恐縮して嫌に奥様は僕を悪者になさいますねしかし僕は決して岡部さんを弁護するわけじゃありませんが あの方はは僕たちとは違います。決して奥様に隠れて秘密を作るような人じゃありませんよじゃあ何の必要があって岡部は私にはお断りしろと申しつけひそかに稽古をやってご契約させたんでしょうそれは僕にも分かりませんただ僕としては思いのない保証人については厳重に取り調べようと思っています場合によっては。 岡部が皆実さんの奥様に願ったのかもしれませんわね奥様にお聞きくださいます監査役は当枠の眉を寄せて僕ももしやと思って実は電話をかけてみたんですところが今家にいないんです子供を連れて熱海の別荘へ出かけたそうです明晩は帰ってきますがそれより岡部さんにお聞きになった方が早いでしょう 主人は出発前であちこち飛び歩いておりますからどこにいるかさっぱり分かりませんそれに宴会続きで夜分も遅いしではい子さんにお聞きになるより仕方がございませんね小川は初めて口を出した夫人はそれには答えず下を見て考え込んでいたが不意に顔を上げると金庫にしまったもの 見せていただけますね。当然の権利であるというふうに言った。はい、鍵さえお持ちくだされば。鍵はどこにありますのけいこさんが持っていらっしゃいます。まあ、けいこが鍵まで持っているんですかと色をなした。けいこがそこまで差し出るとは。 監査役の言葉にも暗示があったように思われるいくら相手が十八の小娘であってもこれを巨神平気で見ている気にはなれなかった自分には断りを言わせ影に回って契約するなんて主人も人をバカにしている一体どんなものを預けているのか引き出して夫の鼻を明かしてやろうしかし表面はあくまで穏やかに 微笑を浮かべて言うのだった。もうほどなく慶子が戻りますから、そしたら鍵を受け取って早速伺いますから、どうぞよろしくお願います。五。小川は会社へ帰ったから二三時間待っていたが、夫人は姿を見せなかった。 あの時彼女の恋に任せて契約書を返してしまったら今頃はまた人心配しなければならなかったのだ渡さなくてよかったと思わずほっとため息をついた営業時間が終わろうとする頃夫人は慌ただしくやってきた見ると顔色も悪く今までのような高慢な様子もなく鍵がなくては。 ダメなんでございましょうねえ。下手に出て言うのだった。絶対にダメということもございませんが、規則が厳しいものですから。夫人は弱りきったようにため息をついて。実は、今まで待っておりましたんですが、稽古が帰ってこないんですの。横浜の帽子店へ電話をかけてみましたが、今日は来ないと申します。 それから心当たり予報部を方々問い合わせたんですがどこへも立ち寄っておりません気になりますので執事のうちへ使いをやっていましたが執事はやっぱり神経痛で昨日から寝たぎり外出どころか起き上がることもできないそうですの恵子と一緒に参ったというのはどんな男でございまして四十五六の 痩せた背の高い猫背の人でした茶色のオーバーを着てマスクをかけて大変丁寧な腰の低い方のようでしたが私には一言もお話をなさいませんでしたどこからそんな男を連れてきたんでしょうタクの執事はもう60近い老人なんですからそれは全く偽物に違いありませんが どういう気で恵子がそんな偽物まで使ったりするんだか全くあの娘のすることは何だかさっぱりわかりませんのよそれに恵子は妙なたちでちょっとした感情でとんでもない考えを起こすことがあるんですのそれで今度も何か急に気が変わるようなことがあって外国へ行くのが嫌になり 人の迷惑も考えないでどこかに隠れているんじゃないかと思いますのよ小川は思わず息をのんだ稽古の別れる時に言った「もっと早くあなたを知っていたらお留守番をしたろうに」との言葉を思い出しどうもそのために逃げ隠れしているように思われてならなかったもしそうだとしたらそれは本当に嬉しいことだが また責任も感じる彼はこのまま聞き流してしまうわけにはいかなかった嫌になられたような様子は見えませんでしたがねむしろ喜んでことによるともう東京へは帰らないずっとあっちで暮らすんだというようなお話までなすってあらまあそんなことまでおしゃべりしたんですの 稽古は人懐っこいのでどなた様にもかわいがられますが小川は自分の心を見透かされたようで決まりが悪かった夫人は独り言のように低い声で言った逃げたところで行く先はないんですが親もなし親類もないし本当のとりぼっちだなんて。 おや、まあ、驚きましたこと。ちょいとの間に大うお親しくおなりになったものね。じゃあ、もう何もかもご存知なんでしょう。稽古の身の上なさも。い,いえ、何もそれは存じません。夫人は意味ありげに笑って。どなた様でも、最初は稽古に好意をお持ちくださるんですのよ。 あの通り口がうまいて愛嬌があるもんだからでもおなれになるとだんだんやけがさしますわどうしてもしっくり合わないところがあってそれにちょっと気心が知れませんしやはりダメですわ血というものはねえ小川はびっくりしてい子さんは日本人ではないんですか ええ、シナ人の娘なんですの吐き出すように言うそう言われてみればなんとなくシナ人のような皮膚をしていたようにも思われるへええ、シナ人なんですかしかしちょっと見たところではわからないな45年前私が上海におりました時恵子がチンパンの資料に買われると聞いて かわいそうに思い助けてやったんですのそれなのにちょっと自分が気に入らないことがあるとプイとどこかへ行ってしまって2時間も3時間も帰ってこないことがありますのあとで聞くと「映画へ行ってたのよ」なんて平気で申しますがどこか根強いところがあってとても世話が焼けますわもう今じゃ私あの娘がおもりになってるんですの 夫人は眉をしかめてさもさも平行しているというように大きな息を吐いた最初は嫉妬から金庫のものを見る気になったのだが今は嫉妬ばかりではなく借り主での責任状からも開けてみなければならなかったご無理なお願いですけれど何とかして開けていただけないでございましょうか監査役のご紹介でもございますから 特別にお取り計らいいたしましょうが恵子さんがお帰りになりましたら鍵をお返しくださるようにお願いいたします小川は念をして別室に入って封印をした合鍵の袋を持ってきたこんなことが知れますと面倒ですが他ならぬ奥様のことですから本当に特別なんでございますよ小川は 恵子とのことを疑われたくないばかりに規則違反までやって夫人の関心を買おうとするのだった。すみませんのね。どうぞ封をお切りください。恵子が封印したものだとして夫人は不愉快な表情をした。二人は無言で丸い大ドアを入った。あたりはどんよりとした銀色が差し込めて。 まるで水底にいるような静けさだった D423 号の前に立った小川は稽古と鍵を回したことを思い浮かべながら夫人と一緒に鍵を回したどうぞごゆるりときびすを返して23軒戻ったその時鋼鉄の重いドアを開けた夫人があら 小川さん、ちょっといらしてくださいとけたたましく叫んだ驚いて引き返してきた小川はそこに夫人が立ちすくんだまま唇を震わせているのを見た彼女が無言で指示するドアの奥からあたかも生物が呼吸しているかのごとくセコンドを刻む不気味な音それは つい23日前の新聞に大々的に報じられた爆弾仕掛けの時計そのままのものであった死を刻む時計小川の背筋には氷のように冷たい旋律が通り魔のごとく走ったもしもこのまま数時間を経過したならばいかに堅牢豪華を誇る大金庫といえども 多くの貴金属や重要書類ももろと怪人に貸してしまったのである。それを一歩手前に救ってくれたのは皮肉にも岡部夫人の嫉妬であった夫に対する軽い嫉妬が D423 号の鍵を開けさせそして何千億だか知れない莫大な損害を未然に防いでくれたのである。それはそれれはとして、 さらに主君公とも言うべきことはこの大金庫爆破陰謀事件によって端なくも凶悪なバツ,バツ覆面部隊の一面が検挙されたことである今度の事件発生以来日本に敵意を持つ亡国のスパイ団が内地に潜入し盛んに暗躍しているとの方に検察当局はかねてから彼ら不定の党を逮捕すべく必死になっていたのであるが横浜の署に捉えられた稽古の口から ついに彼らの秘密の一端が暴露されるに至った恵子はいつの間にか彼ら一味のものに買収されて彼らの魔手に操られたのである彼女が岡部家の執事として伴ったものはもちろん偽物であるしそればかりでなく恵子と共に岡部夫人の乗った自動車の運転手までも彼らの一味であった。 子が車に乗ろうととしして落としたハンカチ。実はわざと落としたのであるがそれには大金庫の略図や面積などがしたためられていてスパイ弾の手引きとなったのである日本に敵意を持つバツバツ覆面部隊 D423 号の中に運び込まれたスーツケースの中にはまさか爆弾時計が入っていようとは恵子自身も夢にも知らなかっただけに。 彼女は今更ながら自分の犯した罪の恐ろしさに心から後悔しあの優しい小川の姿を今一度涙のうちに思い浮かべてみるのであった」。